今でもなく、アベノミクスはお金持ちをさらに大金持ち、強いものをさらに強化し、いわゆるトリクルダウン、それが普通の暮らしをしている人、厳しい生活をしている人たちのところに再び落ちるというようなことは全く起きず、格差や貧困問題の改善にはつながってなかった、改めて確認をいただきました。一方で実質賃金は下がり続け、二度にわたる消費増税が追い打ちをかけて、GDP の半分以上を占める消費の低迷が続いている。このことが日本経済が低迷から抜け出せない最大の要因であるというふうに認識をいたします。いわゆる3本の矢は大胆な金融緩和、確かに円安誘導やゼロ金利あるいはマイナス金利によって輸出産業を中心に収益増となり株価は上昇しましたが、インフレ期待に働きかけても消費増には全くつながらず、物価安定目標 2% も達成できていません。そもそもこうした緩和、異次元緩和はいわゆるカンフル剤であり、打てば打つほど効果が減災をされ作用も起きています。地方銀行の経営悪化や賛成相場の形成といったところに現れて、何よりもいつまで続けるのか、出口戦略が全くなく、その見通しも立っていないという大変深刻な問題をもたらしている。機動的な財政政策についても消費を喚起させなければならないにもかかわらず、裏側で行われた2度にわたる消費増税で GDP の半分以上を占める消費を腰折れさせて、そして必要な投資や税制改革が進まず、インフラ投資も従来型のものが中心で経済波及効果はあまり得られず、何しろ消化不良で使い残しを目立っている。累次の経済対策、補正予算と称する中で設立された約200にわたる基金も需要の見通しの甘さから大幅な使い残しが目立っております。それらの国庫返納を十分になされていないなど問題ばかりであります。3番目の成長戦略は、金融緩和などのカンフル剤が効いている間に進めるべき体質改善でありますが、製造業の労働生産性は OECD37 カ国中16位にまで落ちて、潜在成長率は 0% まで低下をしております。行き過ぎた株主資本主義が労働分配率の低下や設備投資の減少につながっており、結果として企業の内部留保を膨らませ戦後最高の475兆円となっておりますが、企業の成長につながるようなところにむしろ回っていないことのこれは裏返しとなっております。原発輸出やカジノ、オリンピックなど目玉政策もいずれも失敗し、あるいは功を奏していないという状況でございます。こうした状況を改めてデータに基づき確認をさせていただき、これを抜本的に変えない限り日本の経済の低迷を抜け出すことはできないと改めて確信をいたしました。こうした最新のアップデートされたアベノミクスに対する検証結果を踏まえて、そう遠くなく政権政策としての経済政策についても発表をさせていただくというふうに思って、まとめていただいた江田委員長から、後ろに付けております参考データ、皆さんにとっても非常に役に立つデータだと思いますので、若干ご説明をいただければと思います。はい、参考でお配りしたちょっとグラフ、一言ずつご説明をございます。まず冒頭 の、 部下、名目賃金、実質賃金、消費でございますが、ここで見ていただきたいのは、まさに賃金、実質賃金がですね、これ2012年を経て、下がり続けて、95.6%。5% 近くというアベノミクスね。それに伴いまして世帯消費が全然伸びてないところからどんどん低下をして10ポイント近く2012年に比べて減っている。それで2枚目でございますが、この格差というか、一つの象徴的な指標として、年代別の貯蓄ゼロ世帯の割合、特に若い世代20代30代、2012年と比べまして1.5倍から2倍近く貯蓄ゼロ世帯が増えている。これは如実にですね、広がりみたいなものを象徴しているというふうに思います。一方でお金持ちをさらに大金持ちにした、今代表から申し上げましたその少佐がですね、次の純金融資産保有額が1億円以上の世帯数と残額の推移という表がございまして、なんとこれ2011年ぐらいから加えますと世帯数で 1.64 倍、資産額で 1.77 倍まで増えるということで、これがまさにお金持ちをさらに大金の優勝者でございます。ミリオネアですね、億万長者の人数のね、2012年1万3609人が1万人
ほぼ1万人増えて2万3550人になって、次にですね、このアベノミクスの成長戦略がもう本当に見事に失敗した調査としてはもうこれ数字が語ってると思うんで、次のページで潜在成長率がですね、まあ、2019年にはもうゼロ近くまで落ち込み、実はこれには書いておりませんが、2020年にはもうリーマンショック以降10年ぶりにマイナスになった。これがいくら安倍総理がですね、いろいろ言い訳されてもね、結局潜在成長率っていうのは中長期的な日本経済成長の実力を示すものですから、もうこれがゼロ、成長しないんだということがこれ日銀の統計ですので証明されていると。それから格差の問題でジニ係数というのがございますが、このジニ係数の改善、すなわち分配による格差是正がどのくらい進んだかという国際比較を見ましても、ご覧のように欧米と比べまして日本は極端に低いと、改善ですね。 OECD 諸国平均で見ても、まあ、4分の3から3分の2ということで、もう格差是正が全然進んでないということでございます。それから成長戦略の中でよく言われる研究開発力、これ特に国立大学が担う役割が大きいわけですけれども、この左側に書いてあるように、こう運営費交付金というものがどんどん減らされてきて、結果的に言うと運営費交付金、国立大学のこれ共通経費を除いた分が研究開発に当てられるんですが、この研究開発に当てられる金額はどんどん減っている。一方で競争的資金というのが伸びてまして、この競争的資金をもう申請して競争で取る、そこに研究者の皆さんの手間暇が取られ、研究時間も減っているということなので、これではもう日本の研究開発力がどんどん諸外国に比べて遅れている。論文の先駆的な論文の引用数、論文数にしろ、それを引用していただく引用数にしろ、どんどん下がっているというのは皆さんのご承知の通りだと思います。そしてこの株主資本主義、我々は公益資本主義というものをほとんど訴えると思う。株主偏重、まあ、これ米国流ですね。これをどんどんそのガバナンス改革と称して導入してきた結果、これご覧のように明らかにですね、配当がぐっと上がる、株主配当がぐっと上がっているにもかかわらず、従業員の給与はもう横ばいと増えてない。結果内部留保、ここでは297億、ちょっと古い2018年の数字が出てますけれど、ご承知のように直近では475兆円、戦後最高の内部留保を抱えているということでございます。そして最後にその株主偏重の資本主義ガバナンス改革の結果、労働分配率、まさに賃金を反映させる労働分配率、これご覧のように大企業ほど分配率が低い、大企業ほど設備投資もせず、将来に見込んだ設備投資もせず、従業員の給料も上げず溜め込んでると。そしてさっき申し上げたように配当はどんどん増やしていく、こういうことを是正していくのも我々の以上がグラフです。はい、私どもの方から以上でございます。質問のある方、挙手お願いします。この部分が1年間の問題かは、いわゆるジニ係数に基づく格差は横ばいであるというふうに思っています。ただ、江田さんからご説明いただいた通り、例えば、大変多くの金融資産を持っている所帯や、そこに点在している資産の額で、いわゆる億万長者の数が増えている。そして、所得税の所帯が増えているということでは、やはりそのジニ係数に現れない、実態としての格差の広がりというのは、これもまた否定できないものというふうに思います。はい、失敗でした。間違いなくて、何が結論として一番正しい数字かというと、結局、潜在成長力を伸ばしていない、むしろ、結果的に、最終的にはマイナスにしているということは明らかにしました。ありがとうございました。はい、朝日新聞の方、先ほど代表、過去の消費減税で、消費増税でですね、GDP の半分以上を占める消費を増えさせたというふうに、特に2014年の方は3兆円多いです。改めて過去2回の増税に関する評価。私は2014年の時も、時点の経済状況を踏まえれば、特に消費動向を踏まえれば、予定通り行うべきではないというのが、私自身が当時属していた政党の公約でもあったというふうに、したがって経済に関わることですから、経済の実態を見た柔軟な対応が必要だし、そのこと自体を、制度を作った時から適用されていた、指摘をしていたにもかかわらず、まさに経済の実態を見ず強行したということが、こうした結果を招いています。
関連して、将来的な消費税減税の制について、はい、特にですね、現状の、コロナによるですね、消費の低迷状況と生活困窮の状況を踏まえると、少なくとも時限的な消費税の 5% への減税、これは間違いなく必要だということで、常にお約束をしているとおりで、中期的には、特に富裕層に対する金融所得などを中心とした所得税、それから超大企業に対する優遇税制によって、むしろ中堅企業よりも税金を納めていない、こうしたアンバランスを全体を見直すことの中でですね、視野に入れているんです。日経新聞、格差拡大したという話、この間、普通の働く人にとっては必ずしも悪い、例えばその雇用者は500万人で、正社員は200人ぐらい、雇用者報酬は30で、当然、有効求人倍率や、それから、パートやアルバイトや派遣は1、働きたい人が働く。実際には労働分配率が大きく下がっていて、で家計消費も下がっているという、この客観的な全体のトータルとしての結果の前には、もちろん、安倍政権ができる前の段階で仕事が見つからなかった方が、安倍政権ができたことで見つかったという方、それはいらっしゃるでしょう。これは労働、働き方の分野や、その方の処遇によって、待遇によっては、いろいろあり得ると思います。トータルとして、しっかりとしてですね、労働力、人に投資をしてこなかった、そのことによって消費を冷え込まっている、労働分配率も下がり、それ当たり賃金も下がっている、この客観的な事実は否定できない、今の数字は以上の政府の都合のいい説明に過ぎない、トータルとしての結果は今日、今、江戸さんから詳細、ご説明していただく通りだと思います。関連して財政政策についてお伺いします。それで、選挙ポンド基礎的財政収支、プライマリーバランス、黒字化について議論になるんですけれども、しかし、2025年度の黒字化作戦について、年金配給ではないというような話をされています。その件について、公約の財産が見ては、なかなか、お考えのように見えるんですけれども、今後、その制度を2025年の政府目標を守るなど、実を守るべきかどうお考えをお願いします。今日発表した、この約9年の経済運営の結果だけでも言えると思いますし、加えてこの2年近くに及ぶコロナによってですね、日本の経済と暮らしそのものが緊急事態の状況にあります。これを立て直すだけでもですね、数年単位の時間がかかると思います。緊急事態においてはですね、私は財政規律は重要だとは思いますが、財政規律よりも経済をしっかり立て直し、暮らしをしっかりと守ること、そこを優先せざるを得ません。したがって、基礎的財政収支の見通しについてはですね、一旦凍結せざるを得ないというふうに思います。すいません、毎日新聞の宮原です。本日はおっしゃったようにですね、金融緩和は激しい変化を見えていない。で、財政政策の方は、インフラ投資などを消化不良になって、最後は成長戦略の方は、賛否されたこと。詳しくは、また、次回以降、経済政策でということになると思うんですが、そういった課題を、立憲としてはどう解決したいか。詳細は相当暗く発表できると思いますが、全体としては、適正な分配と、明日の安心がなければ、消費は増える、経済は回復しない、成長しない、したがってですね、適正な分配と安心を高めることこそが何よりもの経済対策である、こういう明確な転換を示していきたい。フリーの横田はじめですけども、この結果を受けて消費減税と富裕層への課税強化、金融課税を強化するというのを目玉政策として打ち出していくことをどう理解していいのかということと、あとこの結果を全国各地でプレゼンあるいはシンポジウムで発表するようなお考えはあるのか、2点から。この前者にとってはその通りである。後者についてはもうまさに選挙戦事実上始まっていますので、この選挙戦などを通じて全国各地の仲間がこれをうまく活用してですね、我々の政策を分かりやすく伝えていく、このことに生かしていきたいと思います。よろしいですか。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。